ペコリ。ようこそノベルアドベンチャーゲームレイジングループの世界へ。私は単なるドルに足らないインターフェース的キャラクターです。そうですね、リカコとでもお呼びください。ここでは初めてプレイなさる皆様にこのゲームの遊び方を簡単にご説明いたしたいと存じます。いくつか変わったところのあるゲームですので、最初はぜひとも全部の説明をお読みいただきたいと思います。特に動画配信をなさる方は4動画やシェアについてだけでも必ずお読みくださいね。最後まで読んでいただけたら私のセクシーな画像が見られません。世間は厳しゅうございます。さめざめ。さて、何からご説明いたしましょう。レイジングループはノベルゲーム。物語や展開やオチはとても大事ですから、それらすべてを配信されてしまいますととても困ってしまいます。さめざめさめざめ。かといってお楽しみは大勢で分け合いたいもの、それは重々承知しております。というわけで、私どもは動画配信していただける範囲を設定しております。ちなみにその範囲は最初のメインルート丸ごと1本プラスアルファ、具体的にはシナリオチャート上の4潜入の9入村方法はで、選択肢が出るまでが配信可能範囲です。相当な長さがございますので、配信のネタにしばらく困ることはないと保証いたします。むしろ全文読み上げる派の配信主様は喉が潰れないか心配です。無理はなさらず、ゆったりお楽しみくださいね。ちなみに動画配信の折にはお知らせ機能をぜひともご利用くださいませ。この後現れる選択肢でお知らせ機能をオンにしていただいた場合、動画配信終了のタイミングで突然謎の羊が出現、ここまでよとお知らせいたします。そこで収録はお開きとしていただき、あとは考察やら議論やらをお楽しみいただければ幸いの極みでございます。ちなみに今はオフの状態ですよ。はい、オンにいたしました。また切り替えたいときはゼロ導入のここに来てくださいね。レイジングループはノベルアドベンチャーゲームというジャンルでございます。小説のように文章で物語が綴られ、読んで楽しむゲームです。世に言う人狼ゲームと深く関係する物語ではありますが、人狼ゲームそのものではないのでご注意を。スーパー人工知能リカコ20人と永遠の人狼ゲームを楽しめるとご期待された方、すみません。さめざめ。もちろん、ただの小説ではございません。時折現れる選択肢によって物語が変化するすごい小説なのです。キャラクターたちが生き生きと描写され、生き生きとボイスを喋ります。作品世界に没頭できること受け合いです。
せっかくの声をお楽しみになるためや、突如絶叫が響き渡らないためにイヤホンなどされるのも良いかと。とっても大ボリュームな物語ですので、没頭しすぎて数日徹夜なんてことになるやもご注意くださいね。なお、もうご存知かと思いますが、レイジングループは架空の殺人事件、恐怖事件を扱ったお話です。サスペンス、スリラー、ホラー、そして謎に挑み解決するお話がお好きなあなたにぴったりの物語。もちろんこの物語は作り事で、実際の人物や団体や思想や事件などとは一切関係がございません。作中の学問知識、歴史、宗教、神話、科学、医学等の知識は創作を含みます。テストに書いたら0点です。サメサメ。そして描かれる犯罪や惨劇については、現実のそんな行為を推奨する意図など全くございません。そんな感じで現実との区別をしっかりおつけになったらもう大丈夫。本作を思いっきり楽しんでくださいね。独特な機能に加え、レイジングループにはノベルゲームとして基本的な機能が一通り揃っています。テキストウィンドウを隠す、バックログ、ロード、セーブ、既読文章のスキップ、次の選択肢までスキップ。ロードやセーブはだいたい普通の仕組みです。オートセーブ機能もあるにはありますが、新しいチャプターに入るたびにセーブするだけなので頻繁にはセーブされません。キリのいいところまで読むか、シナリオチャートをご利用いただくか、手動セーブを活用してくださいね。次にオプション設定について。メニューから開けるオプション設定からは、音量調整やテキスト表示スピード調整など様々な設定が可能です。ただ全部説明すると皆様がおねむになってしまわれるので、あとは他の説明書きや誰かさんの追加説明をお読みください。お願いいたしますね、誰かさん。レイジングループの独特な機能について説明いたしますね。レイジングループのストーリーは複雑に分岐しております。どう分岐したのか管理するのは大変かもしれません。でも心配無用。本作ではシナリオチャートという便利機能が採用されています。メニューを開けばチャートという機能にいつでもアクセスでき、そこからシナリオの全図が見られるのです。さらにこのシナリオチャートを使えば、入ったことのあるチャプターにいつでもどこでもどこからでも移動が可能。もう選択肢では必ずセーブとは申しません。これでいつでも選択肢は選び直せますので、ご心配なく。シナリオチャート機能についてはまた後でもう一度使いどころの説明がありますので、よくわからなくても大丈夫ですよ。次にキーについて。レイジングループの物語分岐は全て選択肢を選んだ瞬間に発生いたします。後から聞くものは存在しません。その代わり、いくつかの選択肢はキーと呼ばれる特定の情報がないと開くことができません。このキーを探すことこそ
レイジングループの大きな目的だと言えるでしょう。その探し方は実際に手に入った時に説明があるそうですので、ご心配なく。ちなみに一度キーを入手して解放されたルートはセーブデータと関係なく開きっぱなしになります。逆に言うとキーが未入手の状態にはロードしても戻れません。それで読めなくなる文章はありませんので、あまり困ることはないと思いますが、ご承知くださいね。キーがない状態に戻して遊びたいという奇特なお方には全データを初期化する手もあります。ご利用は計画的に。